カジサックの屋根裏部屋。どうもです。安坂です。吉富です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今週はこの3人でお届けしていきたいと思います。はい、この3人で撮るの初か。初でしたっけ。意外と初かもね。3人だけだと。そうですね、うん、吉富の鍋を、吉富と鍋をついたそうだ。吉富が泣いた時の吉富さんが3人組ですね。新メンバーとして位置取りも今全く一緒です。あ、本当、はい、そうかそうか。まあ、ラジオで、まあ、位置取りの話するのもどうかと思見えてない。知ったこっちゃないですからね。厳しい同期やな。泣いてやろうか泣いてやろうか出ましたけれどもじゃあ早速サイコロ振っていきたいと思います、はいはい、オープニング喋るのは吉富さん。はい、吉富いい、自分で盛り上げてきた。いいです、はい、ありがとうございます。何、はい、かありますか。なんだろうな、なんか最近ちょっと思うんですけど、はいはいはい、あのカジサックチャンネル、チームカジサックに加入させてもらってから、うん、特になんですけど、はい、特にもう写真フォルダーにスマホの、うんうん、めちゃめちゃ写真溜まってってて、はい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 、え、撮るようになったってこと？カジサック撮る回数ももうシンプルに増えてますし。それなんで増えたの？ちなみに。いや、だからまあそれこそまあブログ書いたりもしてるじゃないですか。なんかそれ用にっていうのもありますし、撮影用に、うん、なんかあの物撮りとかでしょ。物撮り、インサートみたいな。そうかそうか。どれがどの嫁とかの。ああ、なるほどね。ものを買ってきたら一個一個写真撮ったりもするじゃないですか。結構それだけで大量になるもんね。そうで、なんかそんなんやってるうちに、うん、むちゃくちゃ写真溜まってくるんですよ。確かに写真は溜まるよね。皆さんこれな、この写真フォルダー開けたら、はいはいはい、最近の項目みたいなところ。最近の項目。ああ、もう数字出てる、ね。何枚ぐらいあります？これだからさ、iPhone になってさ、もうギガ数も上がってさ、うん、もう結構もう際限なく、確かにね、貯めれるもんね。うん、昔ってさ、やっぱりさ、もうパンパンになりました、ね、データがパンパンですみたいになってたもんね。はい、俺、吉富さんちなみに結構多いの？僕どの順番で発表してたらいいですか？そうですね。みんなの数字がわかんないですけど。俺があんまり多分取らないタイプだったんで、多分少なめな気はするんですけど、うん、じゃあ吉富から発表する、はい、最近の項目の欄に書いてあるのは、はい、15,004枚。おお、15,004枚、はい、ちなみに私、はい、22,920枚。めっちゃ取ってる。安武さん。私、はい、2枚。気になる。2枚全部消してるんだよ。その2枚気になる。その2枚何残してる？2枚気になる。両方とも、うん、トンボさんの写真。かわいい怖い。アホな先輩。かわいい後輩になりますか。かわいいっけ。僕は、うん、39,209枚。やば、俺よりだって1万以上多いよ。そうっすね。やっぱりそれこそ僕はサムネ撮ってますから。あ、そうだ。安武は確かにね。あと、自分のスマホで撮ってるもんね。そうそう。本職インスタグラマーなんで。あ、そうだそうだ。そうなの。そうだ。安武さん肩書きインスタグラマーですね。そうですよ。消さないの？消してる。消しててその数ってこと？お前の写真なんか一枚もねえから。おい、そんなこと聞いてないんだよ。フォルダーに入れる写真はねえ。ねえ、いや、初めて聞いたギャグ、それ。いや、消してる消してる。うん。え、その、え、3万 ?9000。9000。すごい、ね。仕事のは、だから、昔のは消したりとか、うん、まあだから楽屋にあげたりとか、でも、うん、これはカジサックチャンネルあるだでだと思うんですけど、うんうんうん、これ上げていいやつなんだっけってのがめっちゃあるんですよ。ああ、わかるわかる。なんか、わかるわかる。その、あと、これ今度上げようと思っといて、うん、ずっと撮っといて、その、全然忘れて、はいはい、上げ時期を見たけど、そう、上げられなくなるみたいなとかで、あれこれ上げたっけなとか、で、消せなかったりとかもあるし、かる確かに、うん。たまにさ、その、なんて言うんだろう、歯の裏、を撮ってみるとかそういうことしたりしない？いや、それなんそれスマホ口に思いっきり突っ込んでるってこと？そうそうそう。なんかそうそう、歯の裏の歯茎とこどうなってんのかなとか思ってさ、写真ピーって撮る。そういうのは俺すぐ消すんだけどさ、見て。何変な話して笑ってるけど。何？わ、それなんか。え？
絶対もっと変なとこも撮ってますよね。撮ってねえわ。もっと変な。中学生の時になんかそんな。そうだよ、もっと変な。やったよなと思って。お尻とか？そう、なんか。見えないところ。見えないところ。見えないところ。撮ってないわ。撮ってないわ。怒られるって。怒られますよ、これ。動画は？ちなみに。動画は僕少ないですわ。違うか、最近の項目に。動画も入ってる。お気に入り何枚ですか？写真の。お気に入りはね、ね。星マークみたいな。141枚。でも、これは、はい。結局、そうだね、リオちゃんとのなんか写真とか、サムネで、俺も自分のスマホで撮ったやつ。はい、はい。で、残してたりとか、そうだね、カジサックチャンネル関係ばっかりだね。なんで急に、お気に入りの時だっけ言い訳しだしたんですか。でもこれはみたいな、なんか自分が気に入ってる写真がいっぱいあることがなんか恥ずかしくなってなんか急に言い訳しだしましたけど本当かな、うん、別にいいのよ。そうだね、それで言うと、うんうん、俺がよく写ってる写真も波動してあるかもしれない、うん、お気に入り勝手に恥ずかしくなってなんかあの安武にもらったスニーカーの写真とかハートでかわいいおしゃれでかっこいい写真バレたなすぐバレるもんだな。言い訳しだしたから、うん、いや僕このお気に入りがねもうお気に入り押しすぎて、うん、2392あるんですけど。それは何のお気に入りなの。いやなんかに、うん、なんて言うんだろう、とただ取りためとくだけじゃなくて、うん、なんか人に見せたりする可能性があるものをお気に入りをしとけば、割とあの、なんていうんですか、別にこうしまってある感じで、そこ見ればわかるわ。なるほど、なるほど。ボケとかも含めて、要はちょっと人に見せたらおもろいなみたいな写真とかも含めてってことですか？そうですね。なんかあと、そういう本当仕事で使うであろうものとか、だからそういうのもなんかやってるんですけど、もう2300ってなってくると、もうどこにあるかわからなくなってきちゃって。安武はそれこそね、サムネ。そうそうそう。はい。のやつをお気に入りにするもんね。サムネを、なんか何枚も撮るじゃないですか。うん。例えば、じゃあ、5枚ぐらい撮ったとして、みんなで確認して、じゃあこれ採用ねっていうのをお気に入りにしたりするんで、ね、でも709枚とかするんで、その3万9000。確かに。の中すると、お前、吉富お気に入りめっちゃ多いな。お気に入ってるやん。このリュウジがちょっと、堂本光一さんみたいな写真とかこの本当だサムネの写真撮った時確かにねめっちゃ似てる瞬間を捉えた、うん、あるよねそういうのね。なんかあるある奇跡の一枚じゃないけどねでも本当にそうだよね。もうこれもね俺がなんかめちゃくちゃ太ってる時の写真ね。トンボさんの丸顔の写真もお気に入りにあるし面白いね。そう、これでも何枚ぐらい入るんすかね、写真。いやー、だからもう、その、女子高生とか、とんでもない数なんすかね、これ。まあ、そうじゃない？やっぱり、めっちゃ撮るじゃない？ 40 万枚とか。うん、まあね、消してたりもするだろうけど、でもやっぱもう、パンパンになることないもんね、本当に。うん。うん確かにな、いつからか、あれもそういう設定で契約を変えたのかな。前ってもっとパンパンになってた気するんですよ。だギガ数が圧倒的に前の方が少ないんだよ。前の方が。ああ、だからそこが増えたってことですね。うん、一番最初の写真なんですか。あ、一番写真？一番写真。一番写真？一番最初の写真。このスマホに入ってる一番古い写真、ね。はい、古い写真。なんだろうね。僕は今見たら、うんうん、2016年に、うん、野球の写真なんですけど、うん、楽天が好きなんで、楽天イーグルスの試合を見に行った時の、うん、ZOZO マリンスタジアムの写真。写真？ZOZO じゃないと思うんだけど、これ向こうだと思う。あ、ケースタだ。当時の俺はね2014年の12月の写真なんだけど、はい、吉本本社の
わびさび室っていう部屋で、はいはいはい、映ってる。カジサックがスタートした部屋ね。あ、そうそうそう。うん、謎の、ブロードキャストっていうお笑いコンビの吉村さんっていう人の横打ちの写真。で、こうやって押すと、なぜか共有元っていうとこがあって、はい、吉富の元相方の名前が出てくるって。本当だ、うん。共有したんすか、ね、なんでだろうな。あれ、でも、その、僕がコンビだった時に、うん、その、解散報告みたいのをした時の。あ、もしかしたらそうかもしんない。その写真が一番古い。僕、あれっすか、その、マー君が、最後に投げた試合の、うん、その、バック。え？ほら、え？無敗の？田中って書いてある。そう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 。うわー。田中って書いてあるでしょ。あ、え、日本シリーズ？違う違う違う。の前の。24勝目かなんか。はい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 。の時のやつ。の後ろの電光掲示板っていうの。めっちゃいい試合見に行ってるじゃん。うん、そう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 。一番最後の試合。あとやっぱ俺は吉富よう出てくるわ。あ、当時？うん、これほら。2016年5月の吉富。吉富の一番最初何？僕の一番最初2016年5月の。うん、ノートパソコンの、なんか、うん、あの、なんていうの、これ、容量性能、性能、なんか、8GB で、256GB で、電気21時間持つよとか。え、これは買う前に撮ったの？買ってから自分のやつを撮ったの？買った時に、このシールで多分、このパソコンのスペックが貼られてるから、それ剥がしちゃうと分かんなくなるから。剥がす前に多分取って、あ、なるほど、ね、残してる可能性ね。なんか性格出てんね。そうですね。おのおのね、うん。面白いね、写真ね。確かに。あ、でも、それで言うと、うん、これ、僕昔から、カジオラケとお付き合いがあるんですけど、うん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 、まあ、二人には見せていいと思うんですけど、はいはいはい、結構その当時の個人の写真とか入ってるんですよ。うんうんうん。これ見てください。かわいい。どういう写真これ。個人、これまあ全然言ってもいいと思うんですけど、全然その車とか通んない市道みたいな道路があって、うんうんうん、そこで当時、個人がその、うん、その、死体ごっこっつって。あ、死体ごっこ、言い方はあれですけど、まあ、うん、死んだふりごっこみたいな。まあ、やるよね、小さい時ね。そうそうそう、パタンって倒れて、で、俺がそれ見つけて、コジ？大丈夫か、コジ？って言ったら、コジが笑っちゃうっていう。コントね。はい。まだコジが、今の春ちゃんぐらいの、ね、やってた写真とか、だから、で、ちょっと、これあれなんですけど、カンちゃんの昔の写真とか、があるんですよ。うん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 、それって、カンちゃん的にもうちょっと嫌なのかなとかもあるじゃないですか。まあ確かにね。もうお年頃の。そうだね。女性なので、うんうん、それってだから消してった方がいいのかなって、ね。ああ、でも消さなくてもいいんじゃない？本人に聞いたらいいのか。そうそうそう。カンちゃんこれさ、つって。で、カンちゃんが欲しいかもしれないじゃん。嫌だって。じゃあカンちゃんに渡しとくね、って、ね、やればいいのか。そうだそうだ。結構自分は持ってない写真だから欲しいかもよ、カンちゃんも。確かに。可愛い写真がいっぱいあるんですよ。いいよな、でも、ちっちゃい頃の写真がスマホで撮れてるってすごい羨ましいよな。動画とかもそうだけどさ。確かに。確かに。やっぱ動いてる自分のちっちゃい時とかも見れないもんね、だって我々は。そうですね。そうだね。写真もなんかもう、色が焼けちゃって、もう焼けちゃってるからさ。トンボさんのだって白黒っすもんね。ギャルか、お前。お前のカトシュウエアだ。あれ、筆で描いたんでしょ。何？写真じゃなくて、筆で。肖像画。ちっちゃい点、点で描いた。何時代なんだよ、俺は。気合で。いや、面白い。トンボさんとの、一緒に撮ったプリクラの写真。違う違う違う。ちょ、その、気になるな。その、ラジオだから、これ。これ、そう、今日聞いてる人で。そう、俺は、その、見せちゃダメかもしんないから、ラジオ喋ってるけど、これ見せていいじゃん。だから、これあげたら。あ、あげてくださいよ。そうですね、これいつのプリクラ？楽屋アプリの時、東京僕らが出てきた頃の、うん、全然面白くねえセリフ書いてあるやん。溺れちゃうよとか、仲良しだよとか。なんで？なんで溺れちゃうの？いや、なんか海の中みたいな背景で自分で書いてんなこれな。熱いって。でもこういうさ、わざとこういうなんていうの、うん、っていう面白さをやってたんだろうな、なんか。そうですね。
一周回ったそれっぽい仲良しギャルがやってるみたいなのを2人みたいなのをやるみたいなことをやってたんだろうな。そうですね、まあ、楽屋っていうかその X とかでもいいんじゃない、今日のラジオのですつって。ああ楽屋見れない人もいる。ああ確かにね、楽屋会員しか見れないからね。そうそうそう、うん、恥ずかしいな。確かにな、それを いざ出すとなると。いいよいいよ全然。まあ昔の写真は ね、はい、いいじゃないですか。ちょっと気になった人もいるかもしれませんけれども、そうですね、ちょっとねそうやって見せられるもんね。確かにこう意外とこう振り返ったりしないからたまに見てみると面白いね。そうですね、うん、いいね。ちょっと他のメンバーのね、確かに人のやつとかもちょっと気になるね。確かに、うん、ちょっとまた やっぱあんまラジオ向きのトークではなかった。うん、そうですね。気になっちゃうね、なんで、うん、じゃあちょっとはい吉野さん謝罪してもらっていいですか。謝罪を、ね、ラジオなのに、うん、ラジオだというのに、うん、全くこう、うん、絵が伝わらない、話題を長々と喋ってしまい、はい、本当に申し訳ございませんでした。ありがとうございます。はい、はい、ということで、ね、ということで、はい、まず曲へ行きましょうか。お願いします。はい、1曲目は、はい、キング&プリンスでシンデレラガールです。はい、まあ曲いかないんで、一旦広告です。はい、ということで、安武さん、はい、コメント等に届いた質問、お悩み、ありますでしょうか。はい、ございます。はい。やっぱあの先週お願いしますってすごいたくさん。あ、本当ですか、すみません、ありがとうございます。ちなみにそれで言うとその、はい、共感覚、あ、共感覚な、私もみたいなコメント見た見た見た見ました、ね、見た見た、あったあったあった、みんなね、すごくない、俺だって初めて聞いた言葉だったの、初めて聞いた、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。しっかり見ておりますので、はい、ということで屋根裏ネーム Y さん、 Y さんありがとうございます。初めてのお便り失礼します。はいはい、私は仰向けで寝ると内臓が背中側に行っていたものが朝起きると戻っていく感覚があって、毎朝数秒ほど気持ち悪くなります。右向いて寝た際も同じように右側に内臓が動きます。これはググっても同じ経験をしている人が全然出てこないし、人に話しても共感を得られることがありません。皆さんにも人に話しても共感を得られない不思議なことってありますか。なるほど、これ本当にその動いてる感覚を感じてるってことなんですか。そうなんじゃないの。でもなんか寝方によってそれは聞いたことはありますよ、うん、その寝る向きによって臓器が背骨に引っかかるかどうかで体のや休まり方が変わってくるみたいな、だから要は内臓がこう背骨にグニューンとかかっていると、うん、マックスパワーでこの臓器が、要は仰向けの状態の時ってことでしょ、はい、で横向いて寝ればなんかそういうのに引っかからない状態が続いて寝れるからいいみたいなのを聞いたことある、うん、ああそうなんだ、はい、へえ。でもさ、その時に要はその内臓がああこっち偏ってんなって感じるか感じないかっていう話だもんね、これは、うん、それなくないですか。いや、それは全然ない、全然ない。右行ってんなってことですよね。もうだからどうなんだ、実際そうなってるか分かんないけど、うん、もうちょっと意識しすぎて、はい、そう感じるようになっちゃったのかもしれないよね。うん、でも誰に言っても理解されない、はい、あ、でも あるかもしれないですもんね、うんうん、あるかもしれない。ヨガやってる人とかなんかできそうですもん。確かに、あ、動かす鶴ちゃんとかな、ね、そう鶴ちゃんそうかもしれない。そうだからまあそんな感じで、うん、人に言っても、うん、絶対この感覚、まあ共感覚からもね多少つながってますけど、まあまあそうだよね、うん、理解してもらえないもの、うん、私だけですかっていう。吉富さん多そうだけどね、うん、感覚、うん、あ、俺さ、はい、あのねもう本当にね、うん、最近はないんだけど、はい、もうめっちゃくちゃたまにね、はい、ね、口開けた時に、こう、唾というか、うん、まあ、唾液が、なんか、ピューみたいな、うん、その、なんて言うんだろう。あ、飛び出す感じ。息、もう、喋ってないのに、うん、開けただけで、こう、
チュンみたいな、すごい勢いで、水鉄砲みたいに、ピョンって。噴水みたいでしょ？そうそうそう。うん、あ、それあるの？あるあるある。あるっていうか、意図的にそれを、やろうとしてた。小学校の頃流行ってました。あ、そうなんだ。それが俺じゃあたまに出ちゃってるっていうだけなんだ。そうそうそう、シューって出るやつでしょ。そう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 。あれなんで出るんだろう。乾燥したらなのかな。なんかこの唾液腺、うんうんうん、まあ、ベロの下のところにあって、それをこうやってなんかね、うん、やったらね、シューンって出るんです。そうそうそう。そんなんなったことないっすわ。うん、俺なんかね、もう最近はないけど、喋ってピッピッって飛ぶ感じじゃなくて。いや、全然違う、全然違う。もう、本当に水鉄砲みたいに、シューンって出る。シューンって出る。そうそうそう。あるある。あるんだ。うん。あったわ。でも、共感を得られない不思議なこと。まあ、だから感覚じゃなくてもいいっすよ。なんだろうなぁ。でも、一個僕、はい、うん、マジで僕、その、うん、こんな話するタイプじゃない。と思うんですけど、小学校の頃ね、はい、まあ時代も時代だったんで、うん、チャリに乗りながら、はい、ビニール傘を差したんですよ。ビニール傘を差しながらチャリに乗ってたんですよ。はい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 。確かね、確かっていうか、明確に覚えてるんですけど、うんうんうん、ピアノを習ってて、うんうん、ピアノ教室が友達の家なんですけど、うん、友達がもう、お父さん、お母さんが先生で、うんうん。で、まあ目的としては、ピアノを習った後、その友達と友達ん家でファミコンやる。はいはいはい。みたいなのもあって、ウキウキしながら、はいはいはい、行ってたんですよ。おしたら、うん、傘が、うん、急になんか、うん、ファンってなんか後ろになんか倒れるみたいになって、折れたんですよ、傘が。風がバーンって来たとかじゃなくて。風がバーンって来たんじゃなくて、お急にパタンって倒れたんですよ。うん、で、えって思って、うん。で、もしかしたら、うん、その何かにぶつかって、ポンと折れたとか、うん、それこそ風で、折れ、でも折れないじゃん、傘って。まあまあ折れないね。うん、で、パッて見たらこう傘の棒あるでしょ、真ん中の。うんうん、が、本当に、刀っていうか、そのなんか、本当スパーンって切った感じで切れてて。えってなって。だ僕は傘のその、絵の部分がちょっと先が出て、そこの先がもう、綺麗に切れてる。かまいたちみたいな。そうそうそう。えって思って。おうかまいたちじゃんと思って。おうただその、そんなん言うタイプじゃない。まあ確かにな。はいはいって言う方だ、うん、だから、その、もう言ってなかったっす。何それだ結果何かわかんない。わかんないよね。いや、マジで撮っときゃよかったんですけど、それをね。鋭利な、こう、切り口になってるってことでしょ。そうそうそう。もうなんか、一切ギザギザとかもなくて。マジで、スバーンってなってて、えってなって、そのチャリでちょっと進んで、えってなって。それマジですげえじゃん。何これっていう。何？でもそんなん、ねえ、マジ撮っときゃよかったわ。いやな。かまいたちが。かまいたちだよ、それマジで。何かまいたち。だから、傘のところでよかったんだよ。俺がスパーンって、そういうことやろ、思いました俺、マジで。そういうことやろ、だって。そう。ちょっとずれてたら、俺がスパーンって言ってたんでしょ？うん、そういうことよ。何それ？すごいじゃん。だ、この、で、だから自分でもずっと謎で、子供だから、大丈夫だって。それってさ、はい、ごめん、覚えてないかもしんないけどさ、はい、パターンって、折れる前にさ、はいその、なんか衝撃はあったのか。何にもない。何にもねえんだ。スーンって走ってたら、ふわーんって後ろに倒れてったんで。うん、何と思ったら。折れてんのかと思ったら、後ろにポロンってだから、ポロンって取れたんですよ。取れたってことだよね、うん、要は。で、ってなってみたら。めっちゃおもれえやん。すごい。超常現象や、マジで。うん、そんなん全然信じるタイプじゃない。うん、確かにな。うん。うん、ソニックブームや。いや、マジで。いや、ほんとよ、マジで。っていうことはね、うん、ありましたね。俺は。いや、この後に続ける話ないですけど。いや UFO とかはどうですか？それで言うと。とか、幽霊とかさ。ああ。いや、全くないんですよね。俺ね、はい、UFO。まあ、ちょっと霊的な、はい、話で。え、見えるんすか？いや、全然違くって。はい、まあ、怖い話。
怖いっていうか、うん、結局あれ何やったんって話なんだけど、はい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 、怖い話苦手な人いるじゃないですか。そうだね、あのね、話すなよみたいな、うん、ね、そんな怪談話みたいな怖い話じゃないんだけど、はいはいはい、まあ怖くないというか、まあ、そのまんまを喋るわ、はいはいはい、高校卒業したぐらいかな、うん、なんかその夏休みじゃないや、この夏、うん、ね、あの夜とかさ、はい、まあこの連れ集まってさ、はい、ギャ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 ってあの公園とかでさ、はい、騒いだりとか、まあ、して若い時ですけども、はい、やってる中でさ、ちょっとそういうさ、なんかこう怪談話的なさ、うん、怖い話とか、うん、そういう心霊なんていうの、心霊スポット的なとこにさ、はい、行こうぜみたいな話とかもあるでしょ、はい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 、でなんかちょっとなんて言うんだろう、怖い話というかそういう曰くがある場所に、うんうんうん、その連れと行ったんですよ、はいはいはい、で、そこが、なんかまあ公園みたいなとこだったんだけれども、うん、そこも、トイレがあって、うん、で物置みたいなのあるでしょ、うんうん、はい、怖そう、そうでしょ、うん、でまあなんかそこがなんか怖いねみたいな、こうなんかこの夜遅くにこのなんか明かりの感じとかも怖いねみたいなことがあって、で一個ね、この扉がこう開かないこの用具入れみたいな、用具入れ、あの個室の一個の部分ですよね、まあ開かなかったのよ、はいはいはい、でこれ開かないねけど、うん、まあまあ用具入れだけど、うん、こういうとことか怖えなみたいなことを話してて、うん、でちょっと覗いてみようぜってなって、うん、で俺怖い怖いっつって、お前覗けやみたいなさ、うん、まあ、ノリであるでしょ、はい、で分かったっつって、はい、連れがこうやって覗こうと、うん、パッてこう手をかけて、うん、上からそう顔をこうやってやる直前に、はい、この用具入れの中からうっっていう声がして、ちょっと怖い話じゃねえか普通にただの怖い話しちゃった。ただの怖い話しちゃった。例ですよ。ほんで、めっちゃ逃げたんよ。いやいや、えめっちゃ逃げたの。はいはい、わー言って。わーっつって。怒られるよ、これ。これ怖い。怖いの苦手な人に怒られるよ。怖いんだっけ。怖いですよ。だから、これは結局、はい、だから、結局、何だったのかわかんない。要は、そのおっさんがいたのかもしれない。例じゃなくて。めっちゃ怖いじゃん、だとしても。いずれ怖い話。ごめんごめんごめん。なんでコメント欄で叩いてください。私怖い話苦手だったのに。怖くないって聞いたから続けたのに。シンプルに怖い話でした。めっちゃ怖いじゃん。めっちゃ怖かった。あの時、そこに入ってた人も今ラジオ聞いてるかも。聞いてるんかい。そしたらコメント。私、お願いします。そしたらコメントお願いします。でも、不思議体験とかない？そういう。不思議体験？ UFO 見ちゃったとかさ。UFO ないんだよなぁ。それ信じるタイプですか？僕全然ないんすよ。もう信じもしない。信じもしないっすね。あー。例なぁ。いや、だからなんかそういうスポットにも行ったことはあるんですけど、うん、何にも起きたことがないっすよね。僕は全然ありますけどね、その。ええー。前話したかもしれないですけど、うん、あの、だから僕本当そういうの信じてない、信じてないっていうか、うん、興味がない、ね、まあ、そうだよね。はい、安武ってね。はい、だ普通に怖い人には怖いかもしれないんで、おうおう、ちょっと先言っときます。あ、はいはい。だ飛ばしてください。で、何回かあるんですけど、一回は前話したと思うんですけど、親友の家に泊まりに行って、ゲームやってたんですよ、はい。もう短く話しますね。はい、で、僕の右側で、親友がベッドで寝転がってゲームやってて、うん、僕はそのベッドから見て左側にある椅子、うん、ソファーみたいな、一人用のソファーみたいな座ってゲームやってたんですよ、うんうんうん、でそのまま眠いからもう寝ようつって、うん、俺ここでいいやつって、うん、と親友は俺の右側でベッドに寝てて、うん、俺は一人用のソファーに座って寝てたんですよ、うん、で僕金縛りにちょこちょこ会う体質なんですけど、で金縛りに会った時にもう金縛りもう怖くないんで。なるほど、もうしょっちゅうあるから。はい、しょっちゅうあるから、もう金縛りなんてものは体が疲れてて脳が覚醒して起きちゃってる時に起こる現象。うん、ただ、息苦しいは息苦しいから、うん、起こしてほしいなと、うん。友達に、うん。起こしてもらったら治るんですよ。ああ、なるほどね。そう。だから、もう苦しいけど、って無理やり声出してたんですよ。うん、そしたらなんか、体をなんかこちょこちょって触ってくるんですよ。うん、
で、こいつふざけやがって。ああ、なるほど。うん、なんか、こちょこちょなんか触ってきて、なんかその、イチャイチャするボケみたいなのがあったんですよ。で、じゃあやめろよ、みたいなボケして、いやいや、俺ら男二人でこれやってたら、本当に付き合ってるみたいじゃん、みたいな。もう第三者がいてやるボケじゃん、これは、みたいな話をしてて、それをやってきたから、金縛り中に、うん、やめろ、お前。今じゃねえよ、と。ってか、もっと強めにガーンってやってくれたら、起きれんのに、と思って、うーんって、うなってたら、そのうち、ドーンって思いっきりやってくれて、で、パンって起きれたんですよ。うん、で、うるせえな、お前って、それで言われて、うん。いや、違う、今、その、ごめんごめん、むっちゃ金縛りに合ってたから、つって。で、お前が、その、ドーンってやってくれて起きれたけど、なんか、こちょこちょしてるとき、めっちゃ腹立ったわ。って言ったら、って言って、そんなしてないけど、って言って。で、ようよう考えたら、こちょこちょされてるのは体の左側だったんです。友達は俺の右側にいたもんね。左が何にもないのにずっと左半身触られてたんですよ、僕。怖っ。で、あれなんだこれと思って。で、友達が、いや、お前人ん家で勝手に霊体験するなって、むちゃくちゃ怒ってますよ。急に怖くなったじゃねえか。確かに。めっちゃ嫌だかも。これ前言ったかもしれないですけど、ね。あ、言ったっけ俺全然覚えてない。あれほんでベッドの下覗いたら、おいって言ってた。そう。おじさんがいる。おじさんが。あ、トンボさんの時のおじさんじゃん。ああ、あのおじさんか。そうそうそう。今の時代の話なんだ。とか。なるほどね。色、もう他にもありますけどね。ああ、あるんだね、結構。これ意外とあんのかな？あるんじゃない？そういう、なんか、霊感的な。僕、一個ちょっと思い出したんですけど。あ、いいじゃないですか。それも、霊とはいえ、そんな全然怖い話じゃないんですけど、はい、言いましたね。怖い話じゃないの。全然。怖い話嫌いな人は本当に嫌いですからね。じゃあ、変に振りでもなく、なんか謎の現象なんですけど、山とか、山登りとかで、なんか大きい山に行って帰ってくると、なんか、頭痛えなってなる人って結構いると思うんですよ。で、まあすごい勝手な、意見ですけど、なんか山ってやっぱそういう霊もなんか多いみたいな話はちょっと聞くんですけど、でそういうのをもらって帰ってきちゃうと、でなんかちょっと肩からこう頭にかけてズンと重くなるみたいな、なんかだるいなっていう風になる人がいたんです。それもうちの母親とか自分もそうだったんですけど、なんかちっちゃい時そんななんかズンとこう頭が痛いなってなった時があって、でそういう時目をつむると、まぶたがピク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 って痙攣してる、痙攣するんですよ。だからなんかそれがなんか霊がいる合図というか、何て言うんですか、いるからこう痙攣してるみたいなことになって、自分の母ちゃんも自分も本当目閉じたらプル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 って細かくなんか独特な痙攣の仕方になってるんですよ。ほんでなんかその母の友達の方で、なんかその整体師、全然変に怪しい感じじゃなく、おばちゃんの方なんですけど、が、なんかそういう霊を取り除くみたいなこともやってくれる。除霊ってこと？はい。で、顔のその目の前に手をこうかざして、こう、なんかこうやって手をずっと当てるんですよ。したらちょっと目のあたりが本当に触ってないのにあったかい感じになって、でちょっと5分ぐらいこうずっと手を当ててやってると目の痙攣がなくなって、で肩とか頭のその頭痛みたいなのも全部消える。だからなんかそういう霊を取り付いたやつを取ってくれる人もいるんだって、経験はしたことあります。ただで？ただではない。でも、ほんと、整体の料金で。あ、ついでにみたいな感じ。そうそう。へぇー。でも、なんか、そういうの、多いって聞くんですよね。多い。なんか山帰りで、頭痛いわ、みたいな。したら、もう、大概、霊ついてて、みたいな。マジ？なんか、取ってくれるとこ。山空気が薄いからとか、そういうことじゃなくて。いや、もう、そういうことじゃないです。へぇー。ギリギリだけどね。怖いの嫌いな人からちょっとギリギリだったな、なんか、謝った方がいいと思う。謝った方がいいの。謝罪した方がいいな、これ。はい。この度、ラジオであるにもかかわらず、形の見えない、例の話をして、申し訳ございませんでした。すいません。申し訳ございません。そこじゃない。そこじゃないです。
見える見えないじゃない、見える見えないじゃなく怖い怖くないな、あ怖い話じゃないと言ったにもかかわらず、ちょっと怖い感じで話してしまい申し訳ございませんでした。そうよ本当にダメよ。曲の方もお願いします、うん、曲の方はい、はい、じゃあチャゲ&アスカで、うん、Say yes。 めちゃくちゃ王道超有名さっきから有名な曲ばっかりこのラジオはすいません失礼いたしました。惜しいなこれ、ね、もうとっちらかっちゃいましたけれども、はい、すいません。こんな感じですかね今週はね、はい、はいそうですね、はい、またちょっと来週はどんなメンバーになるか分かりませんが、はい、聞いていただければ幸いですと、はい、そしてまた引き続きね、はい、何でもいいので、何でもいいので、はい、質問と、お悩み等々、はい、よろしくお願いいたします。ということで今週のラジオはこの辺で終わりたいと思います、はい、ということでトンボと矢作と吉富でした。ありがとうございました。ありがとうございました。